はい、ということで下松でお夜食を食べてまいりました。はい、罪悪感のある食事でしたね。うん、さあここからのんびり行きますよ。のんびりいくつで飛ばすんですよね、私。あれいくつですか、変なのがいるとついに時速40キロぐらいで、時速40キロぐらいで帰るんですよ。ずっとハザードタイプ、故障車の車です。あ、ライトが長い、点滅してんだよね、前のトラック。そうだ、それが流れるように見えてるだけでしょ。うん、目的地への到着予想時刻は明日の午前1時。
高5キロでした。
タクシーの運転手の仕事がまあなくなっていっちゃうってことよね。まあ、なくなるのはタクシーの運転手じゃないですよ。トラックの運転手さん。そうよね、まあ。随分減りますよ。
左からの合流があります。どっちも悪いんです。
さ、うん、でやっぱり中国って基本まあ何でも食べるじゃん、そうなの、やっぱカエルとかいろいろさ、で中国のその考え方っていうのが、まあ、食べて健康になる、で食べてそのほら病気とかを治すとかそういう考えなんだって。だからそのほらまあ体にいいっていうか、まあ、カエルも食べるし、やっぱ犬のほら、まあ、犬も食べるじゃん。でもほら犬食べるってなるとやっぱほらあんまりさ、あの何、世界から見るとまあやっぱ批判的な意見に言われるじゃん、いつもさ。この先左からの合流があります。で、それでそれをそのでもそこにほら、中国のかなり大きな市場があって、その期間だけで5万人ぐらいの人がまあその犬の肉を食べに来るらしいのよ、そこに。で、まあ映ってたのが結構ほら中型犬ぐらいの犬なのかわかんないけど、まあそれがもうなんかほら燻製じゃないけどなんかそんな感じで置いてあってさ、でそれもやっぱほらまあ TBS の記者の女の人が取材してるところに、まあ、中国の警察が傘で映さないようにしててさ、その犬食べてるところを。印象悪いの。やっぱ本当に今食べるんだなってちょっと思ったけど、食べることは悪いことじゃないですよね。それこそイルカ漁とかと同じでしょ。まあ言ったらそうだよね。働かないの？働かないんだって。へえ、俺もすごいこと。
としないと、まあ、認められないからっつって、まあ、だからその通い込んだから、まあ、言ったら喧嘩とかもないし、
この先左からの合流があります。タトゥーもすごいね。
下関、北九州方面です。そういえば下北道路もいつできてるんだろうね。事業化を決定したって。ああ、下関からの東京です。若松区の方まで。彦島の方から。
己見聞ってやってたんでしょ、言ってたよね、あなた自己見聞って。でもあの範囲じゃないでしょ、だって。いや範囲でしょ、三重東から三重の間でしょ、あれ。ただ通れるようになってったから。その前自己見聞って言ってたよね、うん、自己見聞じゃなくて事故だったんだよ。だったら警察もいたんじゃないの、まだ。だってとは思うんだけど、あれ動物だよね。人が飛び出して引かれた後だったらしないよね。それだったら最後まで綺麗にするのかな。でも分かんないよね。え、分かんないって。ん、最後まで綺麗に、最後まで綺麗にするもんなのかな、もし引かれたのか。人間だったら。だって、でもあれ仮にじゃあ動物なんだとして、じゃあ動物は綺麗にしないんで最後まで。やっぱそこも水とか流すんじゃないの。だってすげえ残ってたよ。人じゃないよね。だったらもうちょっと大範囲なに止めるでしょ。とは思う。綺麗にしてから再開とは思うんですよ。でも実際ね、あ、これ多分動物引かれたような肉片とか脂肪だなっていうふうには見えたんですよ、私は走ってて。動物だよね。え、動物でしょ。でもハテナマークつきません。動物だよね。でハテナマークつきません。そういうこと言うからじゃんよ。だって分かんないじゃん、どういう作業するか。いや分かんないけど、仮にね、あの人が飛び出してそれ跳ねちゃったとかだったら最後まで綺麗にするもんなの。そりゃそうでしょ。そうなの。なんでそんな。分かんないけど、ほっといたってそのうちね、そうだけど、雨で流れちゃったりとか、もうね、事故の原因と見分が終わったら、もうそんなにそこまで綺麗にしませんよ、かもしれないじゃん。例えばだってカラスとか集まってきたら今度危なくないだって。それは動物も同じじゃん。いやそうだけど、だからそのある程度綺麗にするんじゃないの。だから動物も同じじゃないとダメなんだよ、そういう理由で。あ、まだ作業中だったかとかじゃなくて。だってもう完全に車流れてますよ。そうだけど、動物だよね。いや動物でしょ。動物だから綺麗にしないで終わらせる理由は多いの。綺麗になんかするんじゃないの。どうやって。分かんない。それこそ引かれちまうよ。まあ確かに。その普通に考えたら通行止めにしてわざわざしたんだから、その時にやりません、そこまで。あれですよ、24時間あそこでもうまた事故が起きるまであのまんまですよ。作業員さんだって危なくたら、こんな車がバンバン通ってるんだから、清掃作業なんかできるわけないでしょ。ってことはあのまんまでしょ。かな。動物なんだよね。動物じゃない。である保証がないわけですよ。人なら綺麗にするっていうのは、あの感情的な面でしょ。いや人もはさすがに綺麗にしないとねっていうだけの話でしょ、綺麗にする理由って。じゃあカラスとか寄ってくるから危ないよねは、動物だって綺麗にしなきゃダメでしょ。まあね、人間の跳ねられた後にだけカラスが寄ってくるわけじゃないでしょ。動物なんだよね、さっき。もう一度確認するね。だって自己見聞って書いてあったから。事故書きたくない理由はあったりしません？そこちょっと自己見聞にしとこうよみたいなのない？わかんないね。
やっぱマックスコーヒーダメだったっけ。どうする、行くのは。行くは行く、せっかくちょっとあったよ。まあ、3時じゃなくてマックスバリューも寄るの。じゃあマックスバリュー寄るよ。今週も終わったよ、やっと。うん、いいやら上がった。北海道を越え、本州を越え。すごい走ったよ、今回。ここでガッチョーンって走っちゃう。なんかいつもよりすごいね。なんか今日ちょっと多い気がする。うん、日本一みたいですよ、これ。そこしかなかった。あれ、やり過ごしちゃった、これ。やり過ごしちゃったよ、これ。寄ってく？あれ、やり過ごしちゃったよ、これ。うーん。あ、もう一周。もう一周できないですよ。あ、もうできない。やり過ごしちゃった。30にしましょう。でもやっぱ今日多いよね。今日多いですよ。あっちの右側の小型の方にスッと入れば。
じゃないですか。
り切った感あるなこれ。2km 先、紫川ジャンクションで直進、3時方面です。
直進三次方面です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、あー